そっち来たよ、テレビ台。降りれる？何してる？まだ途中なんだけどな。ここに置きたいんだよ、ルートン。プリンター。高くなったね、ルートン。向こうとした？テンション上がって寝ると。うん、すごい尻尾。
ゃうの。森のルータン。走んなくていいの？最後までご視聴どうもありがとうございました。今回は新居にテレビ台とかが来た時の様子を見ていただいたんですが、いかがだったでしょうか。新居に越してきまして、だいたいね半月ぐらいかな、それぐらいかけてちょっとずつ家具を入れ替えてきました。あまりにいっぺんに変えてしまうと、やっぱり猫は匂いに敏感な生き物だということで不安になってしまうかなと思ったので、時間をかけてね部屋を作ってきました。もうすっかり落ち着いたので、もういろんなところで猫たちはくつろいでおります。もうね最近ロイボーのやんちゃ度がね激しくって、新居のカーテンをねもう結構穴だらけにされてしまって本当にショックなんですけど、あのウニコのデニムソファーはね、あの爪尖れてもほとんど傷がつかないのでこれで良かったなと思ってますが、カーテンはちょっと失敗したかもしれませんね。少しシャリ感のある生地だったので、もう本当にね穴だらけで悲しい思いをしておりますが、まあ猫を飼ったらねしょうがないですね。それからやっぱり毛もねすごく抜けるようになってきたので、掃除にすごく毎日時間がかかっておりますが、楽しく暮らしております。次回の動画もぜひお楽しみにしてください。それではまた見てねー。